松潤さん、おはようございます。いや、私もね、カンフー大好きなんですよ。でもね、やっぱり小学校の頃はカンフー映画がよくテレビでね、クレイジーモンキーとかね、ヤングマスターとかやってましたよね。で、カンフー映画ジャッキー・チェンのやった次の日は学校でそれがね、大流行りしてみんな飛び蹴りしたりね、なんかこう、やってましたよね、いろいろとね、肩をね、見よう見まねで。いや、とっても面白かったですね。まあ、しかしですね、当時っていうのは、少林寺拳法っていうのは結構ね、教室があったんですけども、空手教室とか。まあなかなかね、ジャッキー・チェンのカンフーを教えてるところっていうのはなくって、まあ見よう見まねでやったところがあります。で、ブルース・リーもやっぱ好きだったんですけども、ブルース・リーはね、作品が少ないのと、あと結構怖い内容なんですね、ブルース・リーはね。ジャッキー・チェンは結構コミカルじゃないですか。だからまあヒットしたし、ゴールデン洋画劇場とかで、結構できたと思いますけども、いや、ブルース・リーはね、結構深夜枠でやってたような気がします。ドラゴン危機一髪なんて、本当にね、人がざっくり刺されて、血がドバッと出るところとか結構あったような気がするんで、私もね、こっそり夜中でね、テレビで見てたような気がしますね。当時はビデオもあんまり普及してなかったんで。あ、そういうことでね、私憧れのカンフーをこの年になって、やっとできるようになったんですよ。まあ、牧人ってのがあるじゃないですか、こう、木の人形ね。あれが、もう、憧れで、あれを買うか、サンドバッグを買うか、私、ホームジムをね、4年前に作るときに、結構悩んだんですけども、まあ悩んだ挙句、牧人を買うことにしたんですよ。いや、牧人ね、すごい重いんですよ。なんかね、30キロぐらいある木の塊で、それがアマゾンから送られてくるんですよ。アマゾンでね、検索していただくと、7、8万円で売ってるんですよ。だから価格的にもそうなんですけども、これ牧人はね、家に設置して、飽きたらどうするみたいな問題もあるじゃないですか。でも一応、まあ、勇気を持ってつけて、で、カンカカンとやってみたんですけども、まずね、第1打、すごい痛いんですよ、手が。だからね、本当に1年間は、コンと1打やるだけでも手がビリビリしてね、これはとてもダメだなと。買うの、ちょっと焦ったかなと思ったんですよね。失敗したなと思ったんですよ。まあでも、続けているとなんとかなるもんで、今はね、割と打てるようになってきたんですよ。割と打てるようになってきたって言っても、10打ぐらいしか打てないですね。その後ってのは、やっぱりね、呼吸が続かないのと、割とね、足の動きも大事なんですよ、あれ。で、私はね、足の動きがうまく今、いってないんで、体を動かさずに、まあそうですね、10打ぐらいでしたらなんとかやっていけるかなと。本当にね、秒数にして1秒か2秒ぐらい、打つのがやっとなんですよね。うん、まあでもね、カンフー、もう、かぶれの私がね、できるのもイップマンっていう映画が私にやっぱりねその心を呼び覚ましてくれたかなと思います。イップマンっていうのはね、今アマゾンプライムで字幕版と吹き替え版とかあるんですけども、イップマンは1作目がねありまして、序章っていうのがあって、2作目っていうのがあって、これが何だったかな、忘れました。サマハンキンポが出るやつね。第3作はマイク・タイソンが出るやつで、しかもここにイップマンの英春拳のライバルがね、出てくるんですよ。それが、マックス・チャンっていうやつでね、これがね、悪役なのかなと思ったら結構ね、ちょっといいやつじゃねえかみたいな雰囲気を残しながら終わるんですよね。それから第4作は、これは有料になっちゃいますけども、完結編ということで、イップマンがガンで死ぬところまでが描かれているやつですね。その他に、ちょっと役者は違うんですけども、イップマン完結編っていうね、結構こう おじいちゃんみたいな人が出てくるイップマンシリーズもあって、これも面白いです。でスピンオフ作品としてイップマンのパート3のこのマックスちゃんが主人公で出てくるマスター Z ってやつがあるんですよね。私はこれね、ドニー・エンのイップマンも大好きなんですけども、実はねこのマスター Z に出てきたマックスちゃんの方が私は結構ね親近感があるというか好きなんですよ。このマックスちゃん作品に出た当時が46歳なんですよ。46歳であの動きなんですよね。でこのマックスちゃんっていうのはもともとその武道の武術の世界でね、いろんなところで大会で優勝してきた猛者なんですけども、役者になるにあたってあんまりね鳴かず飛ばずだったんですよ。いつもまあ端役とかね、まあ、脇役とまではいかないけども主役にはなれずにずっと苦渋をなめていたんですけども、このイップマンシリーズのパート3マイク・タイソンの回に出ることによってね、そのドニー・イェンのイップマンのライバルとして出ることによって脚光を浴びてですね、で監督がちょっとこれこの
マックス・チャンを主人公にスピンオフ作品撮った方がいいんじゃないかってことで、マスターズ・イーというのが生まれたんですよね。これがね、もう大ヒットしたわけなんですよ。で、私もこれ大好きで、実は昨日も見てたんですけども、10回以上見ちゃったんですよね。このマスター・ジーのすごくいいところは、男の子がいる、その父子家庭なんですよね。で、その、自分の息子にものすごく憧れてもらっているお父さんの役で、普段寡黙で、本当に表情とか感情あんまり出さないんですけども、なんか悪党に対してはものすごくね、怒りを燃やしたり。でも自分も結構ね、闇の戦士っていうか、稼ぐために、生きるために、闇の請負をやってきた過去があるんですよね。それはドニー・エンのイップマンの時も、そうなんですけども、イップマンの敵対する側としてね、ギャングに協力したりとか、闇なんです、格闘技で稼いでたりとかしてたわけですから。それからイップマン そのマスター・ジーではこのマスクをしてね、まあ、いわゆる殺し屋の役みたいなのをやる中で稼いでいたわけなんですよ。でもまあそういうところをやめて、これから本当に普通の暮らしを手に入れたいところで、まあ自分も憲法ね、永州権を捨ててやっていたんですけども、まあある事件をきっかけに正義の心に燃えて、それからね、息子がお父さんを見る姿、これをね、俺はいいとこ見せないといけないな、というところで、まあ感動の最終回があるわけですけどもね。いや、でもね、だいぶね、香港の俳優さんの顔と名前も一致するようになってきて、香港映画ってむちゃくちゃレベルが高いなと思いましたね。ワイヤーアクションもそうだし、VFX もそうなんですけども、日本人の心をね、よく捉えるようなストーリーになってますよ。で、イップマンもそうですけども、大体イップマンのストーリーっていうのは、外国からすごく虐げられて、それをイップマンがカンフーで人民の心を動かして、なんか、やっつけて支配体制を打破するみたいなのを繰り返したと思うんですよ。最初は日本軍に対してこう解放を促すみたいな感じですね。日本軍に一矢報いるみたいな感じで、パート2の方はイギリスに対してちょっとね、やっつける、イギリスに支配されてましたからね。それから第3話では、まあこれもイギリスかな、第4話はアメリカに対して、アメリカの海兵隊に対して見せつけるみたいな感じですよね。まあそういうのもね、やっぱスカッとしますよね。その権力に対して、一般市民がね、立ち向かっていくみたいな、正義感で解き放っていくみたいな、好きじゃないですか、そういうのね。いや、本当いいなと思いましたね。特にね、ストーリーの中央を貫いて抜いてるのは、権力者に支配されている元権力者ですよね。なんか、刑事とかがイギリスの言うこと聞かないといけないから、自分の同胞に対してね、きつくいかないといけないところをもう我慢できないっていうことで、やっぱりこうイギリスのお依頼さんにね、反抗していくところとかって結構見えますけどもね。日本人そういうの好きですからね。というところでね、いろいろと話し込んじゃうと長くなりますんで、今度イップマンシリーズでまたね、対談ができると面白いかなと思いますんで、ちょっとカンフー流行らせましょうよ。で、最後には私の動画ちょっとつけときますので、こちらの方をご覧ください。ちょっと恥ずかしいんですけどね。